こんにちは、ブレイントレーナーのたくまです。今日は基礎代謝爆上げ、最短でヒップアップするための5つのルーティンを行っていきます。一緒にやって自分史上最高のお尻を手に入れてください。最初はヒップエクステンションです。四つん這いになり、肩の下に手を置きます。足の間は少し開け、骨盤の幅くらいにします。腰はできるだけ自然なアーチ状になるようにしましょう。そしたら足を後ろに伸ばします。お尻に刺激を感じながらゆっくりと下ろして、また素早く後ろに伸ばします。この時さっとすぐに下ろしてはいけません。せっかく頑張っても効果が半減してしまいます。お尻に刺激を感じながらゆっくりと下ろして、まっすぐに伸ばします。反対も行います。足を後ろに伸ばして、お尻に刺激を感じながらゆっくり下ろします。この時太ももや足首には力を入れず、お尻のみ意識していきます。上半身はなるべく固定して、お尻のみ動かしていきます。ではそのまま脱力せずに次に行きます。ファイヤーハイドランド、ファイヤー。足を横に地面と水平になるぐらい上げて、またゆっくりと下ろします。お尻の悩みで多いのがピーマン型のお尻ですが、これを丸くて美しい桃尻にするにはこれが一番です。地面と水平になるまで持ち上げて、ゆっくり下ろして。最初はうまくできないかもしれませんが、自分の柔軟具合に合わせて持ち上げたら OK です。反対側も行います。地面と水平になるまで持ち上げて、ゆっくり下ろして。腰が丸くならないように自然なアーチをキープします。よく上がってて素晴らしいです。さあそのままヒップクロスに移ります。足を後ろに伸ばして、このように足先で半円を描くように左右に動かします。足の力は抜いて、つま先をちょんと置く感じです。外側にタッチ、内側にタッチ、外側にタッチ、内側にタッチ。足の力は抜いて、お尻で持ち上げて動かします。外側にタッチ、内側にタッチ、外側にタッチ、内側にタッチ。反対の足、外側にタッチ、内側にタッチ。足はできるだけ持ち上げて移動させます。外側、内側、外側、内側。皆さんのお尻が燃えています。ファイト。次はフロッグキックです。うつ伏せになってください。首の力は抜いて、このように膝より下を曲げて、片足ずつ垂直に持ち上げます。この時も素早く持ち上げて、ゆっくり下ろします。10センチから20センチほど持ち上げます。垂直に持ち上げて、お尻で支えながらゆっくりと下ろします。反対側もやってみましょう。垂直に持ち上げて、お尻で支えながらゆっくり下ろして。スマホを触りながらしたいところですが、しっかりと動作、意識、
呼吸を一致させることが重要です。垂直に持ち上げて、ゆっくり下ろして、垂直に持ち上げて、ゆっくり下ろして、垂直に持ち上げて、ゆっくり下ろして。1セット目最後はヒップブリッジです。仰向けの状態で手は腰の横に楽に置きます。その状態でお尻に力を入れながら腰を持ち上げます。ポイントは足をなるべく近くに持ってきて、膝は骨盤と同じぐらいの幅に間を空けます。持ち上げて、ゆっくりと背中、腰、お尻の順番で下ろします。持ち上げた時にぐっとお尻に力を入れて、背中、腰、お尻の順番で下ろします。ぐっとお尻に力を入れて、背中、腰、お尻。上半身は力を抜いて楽に呼吸をしてください。持ち上げた時、なるべく背中、腰、お尻が一直線になるようにします。一直線に持ち上げて、順番にゆっくりと下ろします。素晴らしいです。次に2セット目すぐに入っていきます。ヒップエクステンション。肩幅、骨盤の幅で四つん這いになり、足を押すように後ろに伸ばします。後ろに押し出して、お尻で支えながらゆっくりと下ろして、押し出して、支えながらゆっくり下ろして、腰とお尻の力は抜いてはいけません。しっかりと力を入れた状態で押し出して、支えながらゆっくりと下ろして、反対側に行きます。押し出して、支えながらゆっくり下ろして、押し出して、支えながらゆっくりと下ろして、腰は自然なアーチ状にして、肩の力は抜いて楽に呼吸をします。押し出して、ゆっくり下ろして、押し出して、ゆっくりと下ろします。お尻と腰の力は抜かず、そのままファイヤーハイドランドに移ります。足を地面と水平になるまで横に持ち上げて、お尻の側面で支えながらゆっくりと下ろします。持ち上げて、側面で支えながらゆっくりと下ろして、持ち上げて、ゆっくりと下ろして、持ち上げて、ゆっくりと下ろして、持ち上げて、ゆっくりと下ろして、反対側に行きます。辛くてもゆっくりと下ろしてください。その粘り強さがヒップアップの秘訣です。持ち上げて、側面で支えながらゆっくりと下ろします。持ち上げて、ゆっくり下ろします。持ち上げて、ゆっくり下ろします。次はヒップクロス。体温が上がって汗がどんどん出てきています。足を伸ばして、外側から内側に、外側から内側に、お尻の筋肉で足を持ち上げて動かします。簡単そうに見えますが、しっかりと足を持ち上げて半円を描くように意識すると結構きついです。でもその分、一往復するごとにお尻が美しく丸くなっていきます。反対側もします。外側から内側に、外側から内側に、できるだけ足の力は抜いて、ちょんとつま先をつけるくらいです。さっきよりも素晴らしいです。自分を励ましながらファイト。
すぐにフロッグキックです。うつ伏せになり足を曲げます。足を垂直に持ち上げてゆっくり下ろします。上げてゆっくり下ろします。しっかりと太ももを持ち上げてください。上げて下ろして、上げて下ろして、反対の足、上げて下ろして、上げて下ろして、しっかりと垂直に持ち上げてお尻で支えながらゆっくり下ろします。上半身は固定しますが力は入れないでください。はい、と上げて下ろして、上げて下ろして、ではいよいよ最後、ヒップブリッジ。足はできるだけお尻の近くに置き、お尻を持ち上げます。持ち上げてゆっくり背中、腰、お尻の順番で下ろして、持ち上げてゆっくり下ろして、持ち上げてゆっくり下ろして、ただお尻を持ち上げるだけではありません。しっかりと背中、腰、お尻が一直線になるまで持ち上げ、ゆっくりとお尻で支えながら下ろしていきます。ヒップアップだけではなく腰痛がある人にもおすすめです。持ち上げてゆっくり下ろして、持ち上げてゆっくり下ろして、はい、お疲れ様でした。ゆっくりと動きを止めて起き上がっていきます。楽に深呼吸して整えていきます。息を吸って吐いて、吸って吐いて、最後大きく吸って、ふー吐き出します。わー、お尻だけなのに全身汗だくになりましたね。皆さん最高です。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんがやってみた感想、ヒップアップへの意気込みがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ゆるち TV ではこれからも心、体、脳が健康になる最新情報をお伝えしていきます。見逃さないためにもチャンネル登録、通知オンをお願いします。そしていいねでゆるち TV を応援してくださると嬉しいです。